に。はい。だって膀胱炎ですよ、多分。あ、そうですか。どうぞ。いつから？この前診察。10日の日ですね。で以降の話、このそれ以降、はい、なんか見てると回数がすごい多いなと思って。で、空振りの時もあります。行って出ん時もあります。それはない。それ見てないんですけど、うん、必ず量は本当に少ない。少ないんだ、はい。前はだってたくさん出ましたよね、1回に。そうです ね。いや、猫ちゃんって1日ね、2回か3回までさ、おしっこの回数は。それ今は違います。違います、はい。それが4回以上になったら。4回以上必ず、うん、尿道炎か膀胱炎がある。あ、そうですか、うん、分かりました。ちょっとよく見てみます。はい、お願いします。食欲はちゃんとあります？あります。あります、はい。でもこの子薬の麺分ね、出しても逃げどうしよう、どうすれば。で、うんちはまあ普通に毎日。あ、うんちは普通の見たところ、はい、いいうんちだと思います。ちゃん、うちも2回ぐらいします、1日。 あ、本当？よく食べてるんですね。触らさせてくださいね。ごめんね。ちょっとだけね、エコーをお腹に当てますね。しといて、はい、指をどうぞ。こうしようか。じゃん、なんかいいな。じゃん、じゃん、うん、ちょっとスイッチをこうしてもらって。ああ、そんな魔女もいる。ごめんね、力入れないで、黒ちゃん。うん、力入れすぎ。リラックス、力入れすぎだね。リラックス、プロちゃん。めっちゃ力入ってる。プロちゃん、大丈夫だから。こちら来てください。あ、はい、今ね、私膀胱を出そうとしてるわけなんですけど、はい、こっちからプローブっていうのを当ててね、はい、熱にしちゃうんだけど、これ、はい、この黒いの、はい、これ膀胱、ちょっとしか溜まってないんだけど、おしっこ、はい、で、もっとね、これ少し見えてきたね、まあ、押してるから多少形があれだけど、こういう縁っこがね、はい、分厚くなってるからさ、はい、膀胱壁が分厚くなって荒れてる。ああ、そうですか、うん。そういうのがあるんだと思いますね。この子って性別どっちだっけ？あ、女性です。女の子ね。はい。女の子だとよっぽど詰まることはないんだけど、男の子だとこういう風になってるとおしっこ詰まり起こしちゃうんだよね。炎症さんですね。はい、生活、なんか食べ物とかそういうこと関係あるんですか？まあ、食べ物もあるし、性格もあるよね。ああ、だから、うん、一回ね、調べさせてもらって治療した方がいいと思うから、はい、今日って夕方まで預かると思う。あ、はい、で、夕方迎えに来てもらいます。夕方来ればいいですか？ね、はい、そんで一回ちょっと全身調べます、はい、夕方だと
7時そう、あの、7時くらいで、うん、7時遅い方がいい、まあ、今から遅い方がいいですか、うん、今日って7時までね7時までね、うん、7時ぐらいであ、いいですか、はい、じゃあ7時また、うん、来てもらいます、はい、じゃあこのままいいですかカバンも置いてください、はい、じゃあお願いいたします、はい、すみません、はい、よろしくお願いしますはい、じゃあそのままね、ハウスしてどっかな家の左で名前入れてテストしますでその前でもやらなかった。